皆さんこんにちは、コスケです。先日ワークマンに行った時に、ずっとね、前から価格が安くて暖かそうな服だなぁと思っていたものがあったんですが、ついにね、それを買ってみることにしました。で、ずっとね、買ってなかったのは、まあ限定品でもないし、いつでも買えるかなという思いがあったからなんですが、そろそろね、買おうかなと思ってオンラインストアを覗いてみると、ほとんどのサイズと色が売り切れていて買えなかったんですよね。まあそんなこともあって、近所の、ワークマンに行ったらそこでも売り切れで、ちょっとね、遠い離れたワークマンに行って一つ買ってきました。今回買ってきたのが、ムーブフラッシュブロックフリースハイネックというちょっと長い名前の服です。これにはね、3ついいところがあります。1つ目は速乾性があるということですね。北海道のように外と室内で寒暖差が、まあ、30度以上になるような、激しい地域だと汗をね、どうしてもかきやすくなってしまうので、冬であっても速乾性というのは非常に重要になります。2つ目は暖かさ、保温性です。肌に触れる部分がブロックフリースという素材になっていて、非常にふわふわした素材になっているんですね。見ての通りブロック状のフリースになっていて、これがね、着ると非常に暖かいんですよね。なのでかなりの保温性があるというのもポイントの一つです。で、最後の1個が価格ですね。価格がね、非常に安いです。なんと税込み980円という、お手軽価格で買えるので、まあ、このね、3つに惹かれて買ってみることにしました。暖かくて安くて速乾性があるということですから、正直ね、文句なしですね。今回ね、購入したのは M サイズです。身長160センチから170センチの人向けに作ってある M サイズを買いました。ちなみに僕の身長は176センチ、体重は63キロですから、ワンサイズね、小さいのを選んでます。 L サイズは170センチから180センチの人のために作られたものなので、僕の身長を考えるとどっちかというと、まあそっちの方がね、ぴったりなんですが、実際 L と M を試着してみたところ、 M サイズの方がね、しっくりきたので M サイズを買っています。では実際着てみましょう。身長176センチで体重が63キロの僕が、 M サイズのムーブフラッシュブロックフリース長袖ハイネックを着るとこんな感じになります。袖の長さがね、あと1センチぐらい長ければぴったりかなという印象なんですが、 L サイズにすると肩の周りとかね、胸のあたりとかがちょっとね、こうブカッとした感じになっちゃってかっこ悪いので、M サイズを買ってます。袖もね、 L だとちょっと長くて、まあいつもね、ワークマン行くと思うんですが、 M サイズと L サイズの中間ぐらいがあると一番いいなと、いつも思ってしまいます。ただね、この服は人にね、そんなに見られるようなところに着ていくわけじゃないので、いいかなという感じですね。基本ね、買い物だとか観光とかね、上に着てるジャンバーを脱がないような状況で、着ようと思って買っています。デザインはどうですかね。まあ人によって評価は違うと思いますが、割とね、細身でシュッとしてて悪くないんじゃないかなと、そんな感じですね。彼女とね、おしゃれなレストランに食事に行くという時に着ていくのには向いてないと思いますが、普段着としてね、その辺に買い物に行ったり、ちょっと出かける時に着るにはいいんじゃないかなという感じはしますね。シルエットも細身でシュッとしてますから、上にジャンバーを着ても着膨れするみたいな感じにはならないと思います。で、首周りもね、ハイネックなんでちょっと高くなっていますから、ここからね、冷気が侵入してきたりということもないので、非常に暖かくなっていますね。で、実際に着てみた感想なんですが、一番僕がすごいなと思ったのが速乾性です。やっぱりね、非常に乾きやすくて、汗をかいても割とすぐ乾いてくれます。なのでね、北海道の冬にはなかなかいい服じゃないかなという感じはします。で、もう一つ暖かさなんですが、暖かさはね、まあ普通ですね。そんなにすごい暖かいわけではないです。
中は確かに起毛になっていて暖かい作りになっているんですが、まあ、生地自体がそもそもちょっと薄めだということと、もう一つ速乾性を重視しているからか、風通しがいいんですよね。なので冷たい風なんかも比較的通りやすいです。なのでね、まあ中のね暖かいこう起毛の感じと生地が薄いのと、風通しがいいのをまあ合わせるとまあ普通かなと、まあそんな印象を持っています。ただねこの厚みの割にはそこそこ暖かいということと、まああとは速乾性があるので汗をかきやすい時とか、着膨れしたくない時ね、細身の服を着たい時で、中に着るのにはちょうどいいかもしれません。ただねこの上に着る服は風をあんまり通しにくいものの方がいいと思います。というわけでムーブフラッシュブロックフリース長袖ハイネックを着てみた感想でした。僕はねこの服すごい気に入りました。速乾性が高いので北海道のように、外気温と室内の気温差があって汗をかきやすいという時に非常にいいですし、まあ、何よりね着膨れしない割にはそこそこ暖かいということ、それと価格の安さがね魅力的ですね。あとはねストレッチ性も少しあるので運動する時なんかもいいかもしれません。色違いで M サイズのものをどこかの店舗で見かけたら、まあもう一着ぐらいね買ってもいいかなという感じはします。以上参考にしていただければと思います。これからも車のことや北海道のこと、北海道の美味しいものや綺麗な景色なんかを動画にしていきますので、楽しんでくれた方はチャンネル登録よろしくお願いします。